今回のビジネスフラッシュは、チームワーク、組織力を歯科治療に取り入れている医療法人社団大進会を紹介。そして21歳の若さで遊技場経営を始めた株式会社日進観光代表取締役社長宮本俊則が登場。若き日の苦労話から現在の成功まで、創業30年の軌跡を熱く語ってもらった。お見逃しなく。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。お二人に聞きたいんですが、はい、スポーツをするとしたら、はい、チームプレーもしくは個人プレーどっちが好みでしょうか。まあ、ずっとチームプレーやってきました ね。 そうですよね。個人プレーダメだったもんな。陸上走らしてもそうでもなかったし、泳いでもそうでもないしな。そしてチームプレーだったらぐるっとね、やっぱ合ってる合わないがあるんだね。そうですね、きっとね。お二人とも個人プレーでしょ。でもエイちゃん どうですか。私は新体操してたので、それは団体競技5人でやってました。あ、そう。チームプレーですね。一、ね、人でやるよりは私も何人かでやった方がいいかな。いや、今もう絶対個人でしょ今。そうですか。私もうテニスをやってたんですよ。だからまあ1人か2人なんですよね。だからチームプレーの良さっていうのをまだ知らないんですよ、スポーツに関して言うと。なるほど。そうなんでしょうね、うん、チームプレーも気になります。はい、ということで今回最初にご紹介するのは、組織的に歯科医療に取り組んでいますこちらの企業様です。どうぞ。野球、サッカー、そしてラグビーなど、日本では団体スポーツの人気が高く、企業や学校などでも連携やチームワークが重要視されている。そんな中、個人経営が大半を占める歯科医療界で、組織力を前面に出し、スタッフの役割を分担化し、充実した治療技術で患者が安心できる歯科院作りを推奨する男がここにいる。医療法人社団大進会理事長三国大吾。医療法人社団大進会は現在関東を中心に16もの歯科院を経営している。技術の進化が著しい歯科医療界の中で、各医院と連携し、スタッフの仕事内容を分担化することで、患者が安心できる治療を日々行っているのだ。そんな変動著しい歯科医療界で、組織力を重要視する三国に話を聞いた。まず大進会さんというのはどんな会社なんですか。まあ、歯医者なんですけど、はい、今までの その既存の歯医者とは違う、全く違う方向を向いていこうよって言った、はい、そういった思いを持った先生方と一緒にやってる、歯科医院を一つの企業として、考えていこうというような会社です。企業として考える、はい、ですね。どうしても今までこう歯医者っていうのは個人っていうのがほとんどで、はい、医科なんかは結構大きい病院っていうのがありますけど、はい、歯科はそういった病院は大学病院がいないじゃないですか、はい、ああ、そうですね、はい、それでいわゆる集合体っていうか企業っていうか、そういう形であれば今までと違 う医療を提供したりとか、あるいはその、はい、従業員たちに違う誇りを持ってもらえるんじゃないかと思って、そこら辺が私たちの目標で考えです。はい、そういう形にすることで、うん、実際通ってらっしゃる患者様にとってもメリットってあるんですか。はい、二つあると思うんですよ。うん、まず一つは医療の進歩っていうのは医科歯科に関わらず、はい、どうしてもやっぱり機器の進歩っていうのはどうしてもあります。うん、例えば今歯科なんかでも普通にこういわゆる CT っていうのも非常に使いますが。はい、非常に高価です。高価高 い、 高い、はいはいはい、これを一つの委員で購入した場合ですね、非常に委員の負担が多くかかってしまいますので、会議を入れね、そのやられてる方々の、なるほど。そうするとこれ当然誰が負担するのって形になってくると、はい、患者さんに立って負担が多くなってくる。なるほどね。いいもの取り入れようとしたら、いい治療をすると費用かかってしまう。そういうことですよね、はい、10とか20の委員でその一つの機器を使うようにすれば、
当然安く購入して、ね、会員さんに対する負担も少なくなってきます、うん、なるほどなるほど。で組織と思いがあれば必ず継続してきますので、はい、親からこうそして孫も全てこう責任を持って見ていけるのは法人の魅力じゃないかと思っております。 ありがたいよね。その自分がそこで受けて、はい、でその地区に住んでた場合、うん、その自分の今度結婚して子供もずっと同じ先生のところだとか同じ病院に行けるっていうのは本当にこう継続性は何か安心感ありますね。はい、そして責任もそのまま私ども継続できますので。それはそ、はい、責任もね、はい、それはあの会員さんにとっては非常に大きいメリットではないかなと思ってます。当時お世話になった方々への感謝から大学の近くに開業したという三国だが、現在16もの歯科医院を経営することに至った経緯とは。最初私どもはあの歯科の治療する椅子をこれユニットって言うんですけど、うん、3台くらいしかなかったんですよ、ね、うん、けどふと顔を上げてみると面倒見る先生が5人も6人もいると、うん、お前らの面倒見きれないから俺金出すから自分で病院やってそこであの自分なりの仕事をやってみたらというような思いから広がっていったんですよね。独立させてっていう。そうです。ですので最初から実はそういう今のような思いを持って、うん、展開をしていくというような気持ちではなかったんですが、結果としてへえなりました。はい、いやでも結果としてっておっしゃいましたけど、うん、現在は16委員もある。16委員も、はい、はすごいですね。そうですね。ただあの数を広げることは私どもの目標ではなくてですね、うん、こういかにこう患者さんに認知していただいて、患者さんに対してこうちゃんとこうメリットを提供できることと、うん、そしてあと従業員にあの企業としてやっていくその誇りを提供できるためにはですね、うん、もっと多くに院を広げ てですね、うん、私たちと同じ思いを持っている人間たちとですね、うん、さらにこう展開していきたいという思いは強く持っています、うん、はい、最新の医療技術に加え大進会では患者やその保護者が安心して通院に専念できるようにある工夫をしているらしいが。キッズ手帳って書いてますね。そうですね、はい、あのデザインも全て、私どもの今働いているスタッフが作ったものです。かわいいっすね。すごい、はい、ね、うさぎちゃんが、はい、うさぎちゃんがいて、はい、来ていただいた患者さん全てにあの無料で、差し上げております。はい、あ子供はこういうのたまらないですね、はい、自分のっていうことになりますよね。そうです。であの親御さんもですね、例えばあの子供のどの歯をいつ治療したかというのはですね、はい、あなかなかわからないんですよね。忘れるしね。そうです。そうですよね。はい、この間あれ右下治療したんじゃないですかなんて言われちゃうことがあるんですけど、こうやっとくことによってですね、はい、あのよく親御さんも経過を管理できますし、はい、非常にわかりやすいと。お子様カルテってありますもんね。はい、うん、来ていただいたことにここにね、でもこうシールを貼ってあげて、うん、まあ会社って行きたくはないですけどね、まあ、来てスタンプがたまるやシールがたまることが、なるほどなるほど、はい、少し楽しみになってくれればいいかなと思ってます。コミュニケーションが自然に取れるようになるんだね、うん、患者さんお子様方々と、まあ、これ実はあの小学生までという形になっておりまして、はいはい、中学生になった時には、うん、このキッズ手帳っていうのが終わってしまうんですけど、うん、その時に私どもが一番こう力を入れている卒業証書というものを、はあはあ、作っておりまして、はい、なるほどなるほど、卒業おめでとう、うん、かわいいですね。キッズクラブってね、当院で最初に治療した時のお口の状態と、うん、最後あの治療を終えた時のお口の状態をですね、うん、写真で全部残して、ああなるほど、はい、提示しております。違いがもう明らかなんだな多分、はい、ああなるほどね。ですから一人一人全員違 ものをお渡しするというふうにしております。は治療に来るということではなくてもですね、こう管理するといったら変ですけどね、うん、こう健康な状態かなどうかなっていうのをこう見てもらいにいただくっていう形でもチェックするね、はい、それでも十分じゃないかなと思って。そういう絵が入ってるから、うん、で歯の磨き方ってただ説明でさ箇条書きでボンと書かれてるんじゃなくて、たくさん絵が入ってしかも可愛い絵が入ってるよ。そうですね、うん、これは小学生あれだよね、うん、あのまたこういうのも、はい、本当にこういうのも現場の衛生士や歯科助手さんがみんな作ってくれてるんですけど、はい、大変な時間や労力は実際かかるんですが、うん、それを可能にしてるのもですね、
あのこの私どもの委員は全てこう事務局がございまして、はい、そこであのいろんな日々の事務を代わりに やることができてますので、あその分、実際の現場の衛生士、歯科医師、歯科医師は患者さんに対する時間をたくさん取れるというのは、うん、他の委員と違うんではないかなと思っております。分断がこうきっちり分かられて組織されてるから、そうです、学校の先生方で先生方も全部事務系統から何からやるから、肝心な子どもたちと接する時間がないんですよね、学校の先生方もね。そういうこともあるかもしれませんね。ありますよね。でもそれだけ委員があるってことは、うん、従業員の方の育成っていう面ではご苦労多いんじゃないかななんて思ったりするんですけど、いかがですか。育成ということは別に大変なことは何も感じておりません、うん、先ほど話しましたように、うん、一緒の思いを持つ仲間たちで一緒の、うん、方向を向いてやってますので、うん、もうじゃあ入ってこられる時にそこが一番の問題になりますね。この病院はこうだよっていう、そうですね、こういう形だよっていう、そうですね、こういう思いでやってるよっていうところですよね。大体みんな分かって入ってくるんだろう。そうです。あとはもうね、高校生の文化祭のノリでやってます。高校生の文化祭のノリ、いやいや、いきなり本当に楽しくあ、そうですか、はい、自分たちが楽しければみんなも楽しくなってくれるので、うん、そんなにだから、そうすると周りに患者さんにも伝わるのかな、やっぱり人気の和気あいあいと切磋琢磨、そういう雰囲気が、はい、人気の病院になるんだな。そうかもしれません、うん、あ、はい、先生の笑顔がいいもんね。いや本当にね、そういうのって伝わりますもんね、うん、はい、うん、ですけど全然そんな、ね、ルールとか何もあまり細かくないですね、はい、治療しに来るという、来ていただくという気持ちを優先に、そうです、あとはそうです、苦しめることなくっていうね、ですから本当に私どもがいつもテーマとしてやってることは、うん、自分の家族にする治療、自分の彼女にする治療、うん、自分の親にする治療をやりなさいということは、うん、私も常に日頃言っておりますし、はい、私どもの委員では全てそういった治療を行っております、うん、例えば最新の治療というのは5年10年経ってしまうと最新ではなくなるわけですね、うん、常に開発されていきますもんね。そうです。そしていい治療というのもある側面から見た場合には必ずしもいい治療とは限らないわけです、うん、自分の本当に好きな人、自分の本当に大切な人にした治療というのは、うん、決して変わらないし不変だと思いますので、うん、私どもは、全ての来ていただいた患者さんに対してそういった治療をするようにいつも心がけています、うん、はい、その治療は最愛の人に行うものと同じか、この言葉に凝縮された三国の歯科治療に対する熱き思いに、日々違う業種の仕事をしている方々の心にも何か刺さるものがあったはずだ。そんな三国率いる大進会の今後の展望とは。まず私どもの院をですね、こうできるだけ多くの皆様に知っていただくためには、はい、まだ数が不足しています。本当に患者さんにこう私どもの病院にかかっているメリットをご提供するためにももっと数を増やさなきゃいけない、それから私たちの思いを達成するためにももう少し規模が必要かなと思っておりますので、まずは関東で、まあ、最低でも30院くらいはですね展開することは必要ではないかなと思っております。でまた今日本の歯科医療って結構すごいんですよ。ああ、そうですか。意外とすごいです。ああ、やっぱり技術者もいますし、はい、こちらのインテリジェンスもあるし、そうです。いうことですよね。はい、日本はね、はい、で日本の医療も、はい、昔は海外の方からいろいろ今の医療というのは教わって僕たちで発展させてきましたので、特にアジアの方々にですね、はい、今の住んでいる歯科医療を提供できればいいなと思っておりまして、海外への進出の準備をしているところで。はい、やっぱりね、はい、その単独ではないみんなで組むことの良さをガンガン生かしていくっていうね、そういうとこ感じますね。ますますのご発展記念しておりますんで、どうもとってもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。これは21歳の若さで父親と共に遊技場経営を始めたある男のお話。創業から20年後、3店舗の大型店を経営するまで会社を成長させるが、一時は6億円の赤字に加え、自らの給料はゼロ。まさに倒産の危機。しかし、そんな絶体絶命のピンチから不屈の精神で会社を立て直し、創業30年を超える会社に成長させた男がここにいる。株式会社日新観光代表取締役社長、宮本俊則。株式会社日新観光は福岡県に本社を構え、県内有数の遊技場経営を展開している。自らの経験から、従業員には常にプロフェッショナルであってほしいと語る宮本俊則に話を聞いた。21歳 で学生、大学卒業したん、まだする前なんです。21歳 で、はい、その後一緒に、なんて言うんでしょう、仕事しながら大学も通って。そうだ、大学はなんとか卒業はできました。大変ですよね、はい、みんな遊んでる時期とかも。どっちが中心だよね、はい、仕事が中心だ。300台のお店をオープンしたんですけど、300台のお店で、その頃はもうすごい、そのまだパチンコっていうお店は少なくて、お客さんがたくさん来てくれてたんですよね。あ、でもう毎日たくさんお客さん来てくれてるのに、売り上げが100万円だったんですよね。へ、毎日売り上げが100万なんですよ、はい、で100万で 50% もお客様から いただけないんですよね。あ、もう15万円か20万円ぐらいしか取れないで、はい、でもう半年間ぐらいやってると、あ、これは商売間違えたかなって。50万円ぐらいちょっと毎日粗利益上げないといけないような時代に、20万か30万ぐらいしか取れなくて、赤字になってくるわけだ多分、ほいで1年半ぐらいは給料なしで、給料ゼロでやってたんですよ。そう、もう商売間違えたっていうことで、はい、これはもうちょっと、従業員さんもその時はもちろん使ってるんですよね。そうすると、はい、社長さんのあれが出てこない、お給料なしっていうことになる。1年半、はい、これに上に食堂があったもんで、はい、食事はそこでして、うん、で、はい、夏と冬の洋服だけちょっと買わせてもらって、うん、でもう給料ゼロでずっとそこだったので、経営者にもかかわらず給料がゼロ、驚愕の話が飛び出したが、そんな苦境を宮本はどのように乗り越えたのか。昭和56年になったら新しいパチンコ台っていうのが出て、その時にセブン機っていうのが出たんですよね。で それまでは普通機だったんですけど、で知り合いがセブン機入れてすごいいいというような話があったんで、うちもその話があった時に40台だけポーンと入れたんですよね、300台のところに。そしたらその日から売り上げが急にも600万になったんですよ。その日からもう50万とか100万ぐらいの粗利はすぐ出るようになったんですよ。で急展開、もうこの商売やってよかったなみたいな感じになって、バーッといったんですね。うーわー、それでも1年半我慢してるっていうところあるから、その時は来たなみたいな。そうだよね。でさらに平成17年ですかね、うん、には3店舗目を、はい、それが平成17年、はい、オープンした ところが、その時その一番最初部長っていうのがいて、営業部長っていうのがいて、その営業部長さんが一人支配人を連れてきて、今2店舗をそのやってたんですね。で今度新しいお店やるっていうことで、また別な人を紹介してくれて、でその部長 の管理体制の、営業の管理体制の中で3店舗目の店長をやってたんですけど、それがもう平成17年オープンしてから10月31日のその決算の時まで、何か知らないけど、その胃の一番にその3店舗新店の時に入れた機種が すごい不発で当たらなかったんですよ。へ、それで
会社の決算が6億赤字になったんですよ。いやまあ30億近い借り入れして借り入れしてやっと3店舗目オープンして、でその年の営業がうまく調子に乗らないで決算の時に6億赤字になったんですよ。しびれますね。あの経理 の, あのおばちゃんが社長ちょっと話あるんですけどいいですかって言った、どうしたって言って言ったら、今月ちょっとあのお金足りないんですけどって、支払い足りないんですけど、はい、どのぐらい足りないの、まあ、私の感覚じゃ300万か500万ぐらい足りないのかなって感じがして、いくらぐらい足りないのって言ったら3000万足りませんって言って、それとはあれだなって言って、まあ、で次の月月末になって、その3店舗まだ調子悪いから、あまた今月も言ってくるなと思ったら、案の定社長ちょっと話があるんですけど、経理の方じゃまた来たんですよ、で今月いくら足りないのって言ったら5000万足りませんと、だから毎月3000万だ7000万だで、で月末に結局あの期末に6億の赤字なんで、もうね私もちょっとこう自信がなく、もうな自信がその頃もう一気になくなって、知り合いがまだ別の機械屋さんの知り合いとかがいて、社長ちょっと調子悪そうなんですけども、あのなんていうかな、新しい店長さんがやっぱ新しい地位入れないといけないですよということで、新しい店長とかあのやりたい人がいるんでちょっと面接してみませんかということで面接して、10月頃に入れたんですよね、その新しい店長っていうのは。でその新店の方がうまくできなかったところにパッと新しい店長に代わってもらってやってて、で10月の31日終わって11月にその来期 の, あの計画をあのやる会議で、あの月例会議で会議の時に、で部長とちょっと今までのやり方じゃダメやろうっていうこと、上がらないだろうということでやってて、その営業部長と喧嘩になったんですよね。で喧嘩になって、私ももうそんな数字じゃダメだということで、もうガンとしてね強い口調で言ったところは、もうそういう社長についていけませんということで、バッとで部長が辞めるっていう。であと2人、部長と一緒に来たあと2人に聞いても、君たちもあの部長と一緒に来たんやけども今回どうするのって言ったら、もう私たちも部長に誘われてきたんでもう去っていきますっていうから、3人パッと去って、とにかく11月いっぱいまでやりますっていうのを、いやもう今日限りでもいいよということで断って、今うちの会社にいた人間をとりあえず副店長にこう2店舗上げて、で新店の方に新しく来てたその店長がや、で3店舗をその、 あの新店に来てた店長が、でじゃあもう僕があのそういうことでじゃあ頑張りますということになって、であのその新しい店長が3店舗とも指導しながら、はい、で1年の計画はこうやりますみたいな、で12月になって、12月の20日頃になって、あのまたあの経理のおばちゃんに今月はどんなふう、赤字になりそう、もうちょっと赤字になりそうならそのねまた補填するあれをなんとか手当てしないといけないんで、早めにね、だから今月はなんかこう、ちょっとこう上がってきてますと。いうのこと で12月 の, あの30日に頃聞いたら、今月はもう大体もうあのもう入れないでもいけそうだっていう話。すごいですね。人を変えて でやってて、あのその次の平成18年 の, あの決算の時には、17年のマイナス6億を4億解消しましたからね、1年間で。すごい、すごいね、仕事、この仕事すごいね、やっぱり。それでその時にあの新しい店長の体制になって、ああもうこんな人をね変えてやらせてみたら、こんな急展開で変わるのか、前の営業部長の体制でやってたら全然もうね、うちもうなかったかもしれないんだけど、そこでバッとね、やっぱり人って大事ですか ね, ね、何をその人が持ってたか聞きたいけども、何だったんですか ね何の力を持ってたんだろう、先見の目じゃないけども、今までの体制にすごくなんか不信を感じてて、そこがあったんでしょうね、でその上の人がいなくなった時に自分が出せたっていう、それを見極めた
社長もね新しい血を入れなきゃいかんっていう、自分が意識して見極めたっていうんじゃなくて、うん、なんかもう向こうからそういうふうな形の方向に来たっていう感じですね。あでその新しい店長が来る時もそういうふうにして紹介で、うん、ちょっとでその機械屋さんっていうのはうちにもう信頼をずっと入れてる業者の人で、うんうんうん、ほんでその時新店と既存の2店舗と2人いたんですよ、うん、あの信頼の業者の人が、うん、で1人の人は新しく来てその紹介してくれた、うん、で既存の人既存2店舗の人はちょっと社長話あるんですけどって言ってそれ怖いね、うん、で喫茶店行って話してたら、うん、社長ちょっともう私あの日清観光さんに機械入れるのちょっと今もうあのやめたいんですけどって、はい、ああこれはもううちが旗色悪いんで、うん、もう自分がね何かこう負債をあの抱えたらいけないんでもう一度取引やめたいんだなと、はあはあ、でもうそれはもういいよって、うん、もうやめたければやめていいよと、うん、でやめてでその新しい店長を紹介してくれた人はにどううちあのもう一人の人辞めるって言ってるけどあなたどうするって言ったらや私はもう頑張りますよってで店長あれ紹介してくれてでそこでもうバーって一気に行って調子に乗ったもんだから、うん、もうその一人頑張って紹介してくれた店長を紹介してくれた機械屋さんの人は、うん、全部ね自分が信頼入れれるようになって、はい、ああみんながいいわけです ね、うん、そうだね。へえ何なんでしょうかね、うん、社長がお持ちのその自分は分からないですよね、うん、そんなになんでもうそういう新しい店長の体制にパッと切り替えたらパッと急にね、うん、上がってきましたからね。何かお持ちなんでしょうね、うん、その方も、うん、ねあの社長もね、うん、逃げない諦めないまさに粘りの精神で日清観光を創業30年以上の企業にまで成長させた宮本。そんな男の今後の展望とは。いろんなご縁がある中 で、 本当ですよ、ね、今もあると思うんですけど今後の目標はどんなこと考えてますか。やっぱり、まあ、子供が今ちょっと4店舗なんですけど、はい、またさらなる4店舗なんだ、まあ、業界がちょっとあまり今うん、伸び調子の業界じゃないんですけどなんとかコツコツやってまたたくさん店舗も増やしてやっていきたいな、はい、じゃあ最後になりますが、はい、宮本さんの格言をお願いします。はい、まあそうですねいろんなことを経験したけども運もあるんですけどもやっぱりそういって失敗してもやっぱりもう一回やり直すということで七転び八起きですかね。うん、ああ、まあその精神は大事ですかやっぱり。はい、ああ、じゃあ今後もそれは続いていくわけですね。はい、本当に今後に本当に期待しております。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。あなたの奥深いところには宝の山が眠っています。どんな人の中にも幸福な人生を実現できる。神秘の力が宿っているのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら瞑想のすすめ。この本を書いたのは世界でたった2人のシッターマスターのヨグマタ相川恵子さん。あなたがどう生きたら成功できるのか幸せになれるのかまた人の中の神秘な力の秘密への道しるべを書いた一冊です。そしてさらにあなたの隠れた才能を引き出す教えと心を輝かせる瞑想の CD もついています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。